皆さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。今回はウクライナとロシアの戦争についての、まあ、調停に関して、まあ、停戦に関してなんですけども、日本のマスコミの特に軍事評論家の兵頭さんへ、メッセージです。どうしてもね、タイムラグっていうものがあるんで、私からの提案した内容である程度、まあ、世界中の首脳の方たちとか動いてくれてますんでね、ウクライナとロシアの戦争だけじゃなくて、スーダンの時もそうですし、時系列を追ってね、僕はいつ何日にホームページ、まあ、YouTube に上げて、ホームページからアクセスできるようにしたかっていうところを見ていただいたらね、僕からの発信でね、世界中の、多くの政府、上層部の方たちが動いていただいてるっていうところでね、少し、コメントについて、落ち着かせる方向でコメントしていただきたいんです。そうしなかったら他国から見たらね、日本の放送機関が、まあ、戦争を焚きつけるような、その悪いシナリオっていう方向ばっかりをクローズアップされると、そんなものはね、ほぼほぼテレビで公表しなくていいんです。そんなもの核兵器なんか使った核戦争になるから、そんなもん今更使う人なんかいないんです。その考え方でいいんです。で、エネルギーの残存量問題を分かった時にね、ウランにも限界があるっていうことを分かるんです。もう今世界中で、原発を稼働させてるのは約400基ほどで、ものすごい勢いでウランを消耗してるんです。で、その新しく発掘するところをまあ、ずっと発見しようとして、その確認埋蔵量に対して消費の方が上回ってるんです。これも400機稼働させている以上、もう絶対そうなるんです。だから核兵器がすごいスピードで解体してるんです。で、あんまり、いきなりね、これはまあ一般の方向けなんですけども、いきなり核兵器ゼロなんか無理なんです。核兵器1機って、ミサイル自体がね、何十メートルもあるでしょ。あれを細かく一つ一つパーツをね、解体して、で、分解して、その、核のね、ウランとかプルトニウムの部分とか、そろっと取り出したりとかするのにね、やっぱり時間かかるんです。ロケットを収めるところ、発射口みたいなところを、ああいうのを作っておかなきゃ解体ができないんですよ。だからある程度のペースでしか解体できない。で、その解体したものがどこに行き着いてるかって言ったら、原発に行き着いてるんです。だから、まあ、私のホームページで、まあ、原子力に関するウランとかプルトリウムについて、埋蔵量に関してもね、どこの国が、たくさん埋蔵してるかっていうところの国を、まあ、ベスト5ぐらいを上げています。で、まあ、日本は基本的にカナダさんの方から輸入を今までしていたと。まあ、そういうようなところで、あんまり、これも、世界中の首脳の人たちに覚えていただきたいんですけども、今さら原発作ったところで、今稼働させている部分のところで消費が終わってしまう可能性があるんです。で、大体世界中で原発一基残しぐらいな形に、40年後ぐらいからなるんじゃないかと、まあ、そう私の方では見立てています。それまでの間に自然再生可能エネルギーを頑張らなきゃならない。で、太陽光パネルに関してはだいたい20年から30年で交換時期が来ると。だからこそ、まあ、10万人ほどの設置作業員の人たちの正社員雇用化は見込めるっていう話になるんです。この考え方でいいんです。まあ、中国さんだったら日本の人口よりも、まあ、10倍ぐらいいらっしゃいますから、だから、まあ、100万人ぐらいの、雇用が見込めると、正社員雇用が。これで安定するんですよ。ある程度のその人たちの仕事がありつけて。で、他国から輸入しなくて済む。その金額はものすごく大きい。それだけの人件費に充てれるっていう形になりますから、これでね、そこで、出した人件費に関して、まあ、電気の売電っていう形で、一般の方たちから、まあ、お金を徴収するわけですから、これで経済的にも整合性あってくるんです。で、まあ、私の考案している河川水門開閉式ダム発電と、地下水流ストレートトンネル発電によって、雨の日は河川の水量は一気に何百倍にも上がります。普段はちょろちょろしか流れてないんで、晴れの日にもらって判断されるのは困るんです。これで雨の日、太陽光パネルが発電できなくても、河川水門開閉式ダム発電で
ある程度の発電ができると。で、日本の場合は琵琶湖があるから地下水流ストレートトンネル発電によって、あれも出来上がったとしても、年に多分ね、琵琶湖をある程度ダム化したとしても、だいたい50日分ぐらい、だから1日24時間として50日分ぐらいの、まあ、時間数ぐらいでしか1年間の間稼働できないみたいな形になってくると思います。それは皆さんの、近隣の都道府県の大事な飲み水であったり、農業用水であったり、工業用水であったりしますんで。だから、うまく活用すれば、どとでもなるんです。ほとんどの日、大体晴れですから。太陽光パネルさえ、すべての屋根の上とかね、ビルとかだったら、壁とか空いてるでしょ。まあ、太陽は基本的に動きますから、まあ、一時的に、太陽を受け止めれてる時間っていうところが、長いところ、要するに、日照効率の良いところに、壁に、ビルとかのね、壁とかに、太陽光パネルを都市部だったら貼り付けていくと。あと、ダムの上とかも、浮体式の太陽光パネルを設置することによって、蒸発する水も少なくなる。で、河川も、まあ、あんまり無理しないで、小さな河川の上だけでいいと思うんです。太陽光パネルの屋根を、まあ、取り付けてあげると。まあ、そういうふうな形で置ける場所がいっぱいあるんです、太陽光パネルって。で、あれは厚さ1ミリから3ミリしかないんで、あんなものいくらでも生産できます。車作ってるぐらいだったら、あんなものいくらでも生産できるんです、どこの国でも。作り方さえ覚えていただいたら。で、その辺でね、皆さん一致団結していただいたら、物事はうまく稼働すると。で、日によっては太陽光パネルがそこまで設置すると、ゴールデンウィークとか、工場がね、止まった時に大量の電気が余ると。で、大量の電気が余った時に、その電気を持って、海とかからね、水素を分解して、要するに、まあ、原発でいうところの遠心分離機と同じですよ。そういうような形で、海中にある水素を分解する、そういった日は限られてくるんです、どうしても。で、その水素を、まあ、どこまで活用するかの部分に関しては、今、日本のトラックは水素自動車の方向へ舵を切ってます。これは世界中どこの国も同じだと思います。それはバッテリーに関する原材料のニッケルの量が今のところ確認埋蔵量が9500万トンなんです。これは、発見次第によっては増えてはいきますけども、掘れる深さは限界があります。ロシアも1万5000メートルそこまで掘ってくれてるんでね、掘らされてる国は、結局大きな地震が発生している傾向があるんで、だからみんなでね、結局節約を覚えなかったら災害が発生する答えに行き着くんですよ。だからその辺みんなしっかりと自重して、だから軍事演習とかでも、日本でもね、今更ね、戦車使うことってないんです、はっきり言って。装甲車を数台残しておくぐらいでね、まあ、ある程度の駐屯地に。もうそれだけで十分だと思いますよ。日本で、ここ20年、30年遡って、そんなね、街中で、デモで、暴れ回ったりしてる県なんかないんです。だから結局最終的なこと言うと、本当は装甲車もいらない。だけど、もしもの、何か暴動みたいなことがあった時のために、一応数台だけ残しておく。この程度でいいんです。もう日本落ち着いてますから。で、他国もその辺のところをご理解していただきたい。で、昔のね、事件とか、例えば中国の天安門事件とかをクローズアップするんじゃなくて、中国の人民党大会を見ていただいた時に、何千人という議員さんの方たちが集まってきています。その中で、まあ、僕もね、全員確認したわけじゃないから、絶対とは言い切れないんですけども、少なくともカメラでね、ほぼ全員は映ってるんです。で、そこの中で人民党大会のすごいところは、髪の毛を染めてる人を僕は一人も見たことないんです。これがすごいところなんです。ちゃんと海洋基本法とかを守ろうっていう姿勢が、議員さんたちの中で持ってらっしゃるんです。逆に日本は豊かになりすぎて、議員さんの中にまで髪の毛染めてる人間が出てき始めた。で、我々民間人の方で下ろしていってる、まあ、善意のある国会議員の人たちの方からもやめなさいっていうことで、やめさせたりとかもしてると思われます。で、これ思われますという形でしか言えないのは、
実際その場面とかね、書類とかを見てないからそういうんであって、ただ実際的に髪の毛染めてた議員さんがいなくなったなと、それ見てね、僕ら一般人は安心できるんです。まとも側の人間はしっかりと議員さんの方たちも法律守ろうとしてるなと、そういうところがね、良いところなんです。だから一時的に髪の毛染めてる人間が、まあもうそろそろ、もう僕もだいぶ国会議員の方たちとか地方議員の方たちにメッセージ言ってるんでね、選挙活動してるところに僕は直に言いに行ったりとかもしに行ったりしてますんでね、その人たちと。だからまあ守ってくれるんじゃないかなと思います。で、まあそういった部分も含めてね、エネルギーの残存量問題がもともと戦争問題に、世界戦争のね、引き金でしたから、世界中、これはもうアメリカのね、政府高官、国防長官だった人とかもね、昔の時代についてもうどこの国も同じだったと、石油とかね、資源を求めてあっちこっち領土拡大をしていたと、もうこれが事実であるっていうことを認めてくれてるんです。でそういう本音でね、話する人たちで物事を動かさなかったら、あんまりことなかれ主義になってしまうと、何が悪くて何を改善しなきゃならないのかはっきりしなくなっちゃいますから、そういうことをね、だから僕はしっかりと、本音で、話してるんです。で、多分僕からの、テレビに向かっての、発言でゼレンスキーさんたちにも伝わるし、プーチン大統領にも伝わります。で、プーチン大統領の方にも、言ってるんです。戦争の拡大をやめてほしい、とにかく停戦であると、それについてプーチン大統領は OK って返答してくれてるんです。で、ゼレンスキーさんに対しては、今月の15日に、まあこれ15日に関してね、日本の日付なのか、向こうの日付なのか、そのまあ例えばアメリカと日本だったら1日違うじゃないですか。だからちょっと僕もいろいろややこしくなったりしてしまって、その日本の15日かな、どうなんだろうっていうところがあるんで、まあ16日とかにまでなって、まあ様子見てみようとか思ったりしてるんですけども、ゼレンスキーさんの方も15日の進行に関して私の方がやめてほしいって言って、それに対して OK っていう返答を言ってくれてるんです。で、もちろんこの方法はね、相手が喋っていた時に正確にこちらが喋ってる内容が伝わってるかどうかわからない。これは一般生活してたらわかります。自分が誰かと喋ってる時に横からいろいろ言われても、その内容ってみんな聞き取れないでしょ。だからそこはコンピューターのシステムで、電波での脳へのアクセスによって、その精度を高めて、多分、重要な内容はコンピューターも理解して届けてくれてると思うんです。だからその辺のところは人間がいちいち操作してるわけじゃないので、コンピューターさんの判断になってくると思うんで、まあ、その辺のところは、しっかりと伝えてくれてるんじゃないかなと思います。それと YouTube に僕はこれを上げてるのは、これをこういうふうな内容を上げることによって、彼が何を伝えたか、テレビに向かって、これをはっきりさせておくことによって、どういう方向性へ話を持っていこうとしているのか、これがはっきりすると。で、これ、やっと多分中立地帯が、ここ、喫緊に多分作れると思います。ウクライナとロシア の国境沿いのところ、ドネツク州からクリミア半島に関して。で、そこで、ね、もともと住んでる方はウクライナの人でしたから、まだそこへ残りたいっていう人は残ってもいいと思うんですけど、そんな人ほとんどいないと思います。あんだけミサイル飛んできたり、現地で戦争していたら、もうほとんどの人も多分よその地域に逃げ出してるでしょう。で、もう一度そこに戻るって勇気って、なかなかないと思うんです。で、その辺のところは国連が介入して、現地の治安維持に当たると。国連が間にその、中間の中立地帯に入るから、両サイド発砲をしたらこれはまずいなと。こういう状況を作れると。これで停戦ができると。とにかく停戦をしてあげなかったら、ウクライナもロシアも両方痛手をこうむるだけで、周りの国もそれに付き合わされて、どこにもメリットないんです。で、僕も人の命の観点から言うと、そんなね、もう戦争なんかで殺されたりするところはもう見たくないんです。本当に。そんな人たち、かわいそうな人たちを作るべきじゃないって。で、現場で戦わされてる人たちからしたら、この間、プリコジン氏がね、ワグネル氏の国防省とか、ショイグ国防省とかに、大きな声で文句を、言ってくれてましたけども、ああいうね、現場の本音のね、メッセージっていうのはものすごく大事だと思うんです。現場では命がけで戦わされてるんですよ。
でその人たちも家族はいるんです。で自分が死んだら親の介護誰がすんねんと、自分の子供誰が面倒見てくれるんだと、これがあるんです。だから極限状態になってるんですよ。もう精神的に持ちこたえられないんですよ、誰が行っても戦争なんて。だから現場のその最前線の兵士ね、だから絶対そういう不満があるし、それを普通に受け止めてあげてね、それを理由にしてロシアは、政府は、まあ、今までね、国民に対して侵攻に対してもともとそのウクライナのね、あの投票があった、僕もしっかり覚えてます。あのロシアの方がいいって言ってた人たち の、 あの投票もね、それもその人たちにもある程度責任があるんです。ウクライナという国にあるのにロシアの方がいいなんて言い始めたら、それを聞いた国がどういうふうな反応を示すかわからない、それが戦争の引き金になってしまってるんです。でその人たちも多分ある程度知識持ってたと思うんです。でそのロシアからガスとか石油をヨーロッパに輸出してくれてるから、ヨーロッパの人たちは先進文明を維持できてるんであって、その部分はヨーロッパの諸国の人たちもロシアに感謝してあげなきゃなんない。でロシアは1万5000メートルも地下穴だらけにされてるんです。でそれはそれで多分地震発生してるはずですから、日本も同じような現状ですが、分かるんです。この間も石川県の能登半島で震度6の地震が発生したんですけども、あれは秋田県で石油の採掘を日本は行ってるからなんです。地下で繋がってるんですよ。ずっと採掘を続けていたら空間がどん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 広がって、巨大な水圧がずっとかかるから、地震でね、岩盤層もひびが入ってきたりします。でそこに向かって水がだんだん流れ込んだりします。そしたらあの亀裂の幅が広がっていきます。どんどん水の流れ落ちていくスピードは加速していきます。それで空間がひとまず水で埋まってくれりゃ、まだ浮力の部分とかあるからなんとかね、上の方は持ちこたえれるのかもしれませんけども、どうせ中で一斉崩落っていうのは絶対発生するんですよ。これはもともとそういうふうなニュースもあるんです。北朝鮮の石炭の採掘をしていた山の中で一斉崩落が起きて震度4の地震が発生しましたと。こんなものはもう15年ぐらい前から僕の方で確認してます。ちゃんと日本の全国放送で放送はしてるんです。だからプレート説はあんなものは大体デタラメであると、あんなものはもう第一次世界戦争ぐらいの頃のドイツの教授が言い始めたことであって、そんな人遠の昔に死んでるんです。で第二次世界戦争があって、枢軸国であった日本とドイツとイタリアが悪いっていうことになってね。で、これも本音で話しますけども、訴訟になったら困るからだったと思うんです。その採掘をしてるメーカーさんの企業の人たちが。でそれについても私の方でちゃんと答え持ってますから大丈夫です。それちゃんと一斉崩落で地震発生してるっていうことを発表してもらったら、一般人の人たちがみんな節約を覚えたらいいんです。そうすれば資源が大量消費されなくなりますから、みんな電車バス乗りゃいいんです。ほとんどの人は、日本のほとんどの地域は電車とバスが走ってるんです。歩いて買い物ぐらい15分なり30分なり片道かかるとしても、片道30分かかるとしても歩いて買い物行きゃいいんです。仕事も絶対数は少ないから、そんなに嫁さんの方がね180時間の一月に働いてないんです。で、ある程度運動しなかったら太るから、それぐらいがちょうどいいんですって。それで石油とか消費されなくなりますから。普通車でだいたい1トンぐらいの重さがあります。そんなもの一人乗りで乗っていちいち買い物なんか行ったりしない。みんながそうすることにあって、歩いて買い物行くことによって石油の消費量なんかいくらでも下げれます。それによって日本の貿易輸出入量もほとんどの国が産油国じゃないんだから、それだけで貿易輸出入がだいぶプラスマイナスで変わってきます。それぐらいの経済の知識を持ちましょうっていうことなんです。で合同軍事演習もそんなことしてる場合じゃないんです。そんな暇あるんだったら屋根の上、皆さん自衛官の人を登ってください。でもう日本の国会でも話通しました。でニュースウォッチ9という日本の NHK のまあ、国の税金集めからのできた、放送局で、自衛官の人たちが日米合同軍事演習の時に甲板に、ちゃんとね上官の自衛官が部下を集めて、スピーカーで言ってくれてます。その音声ちゃんと流れてます。ニュースではそのことをはっきりと言ってません。言ってませんけども、石油の残存量問題で我々が屋根の上に登ることになったと。こういうことなんです。世界中の軍人さんたちもすることないから、昔から中国も離れ小島のところでね、
釣りしたりしてるでしょ。それが現実で、それでいいんです。ある程度のことで言うとね、ある程度の範囲で言うと、その、軍事演習なんかも今更、戦争なんかバカバカしくて付き合いきれない。本当にできることは、我々にできることは戦争をやめましょうと、それについてのアイデアとかを提案していく。でそれでなんとか落ち着けてもらう。でその国内には国内のお互いの事情があるから、昔の歴史とかね、もともとソビエトという一つの国だったから、ややこしい考え方がどうしても発生してしまう。でその辺のところに関して、ロシアの方にも私が言ってるのは、いやこれね、ソビエト連邦に関してもこれ多分きっと無理ありますよと、いろんな国の言語の人たちが集まって会議するんでしょうって。でその国によって法律ある程度結構バラバラだったりするでしょうって、その法整備とか追いつかないでしょうって。で結局日本で例えると、各都道府県の知事とか市長にその範囲をね、任せて見てもらわなかったら、国会議員の人たちは東京に基本的に集まっているから、一応地方とかに視察に行きます、行きますけども、そんなに端から端なんか見れないです。だから大きな国であればあるほど、端から端なんか目の届きようがないっていうこと分かるんです。僕も本当は日本一国で手いっぱいですから。 だからロシアという国のその国土面積は世界ナンバーワンなんです。だからもうそれ以上領土の拡大なんか考えるだけでしんどい話になるだけですって。本当に言語の壁を突破して、お互い意思疎通しなきゃなんなくなるから、もう国境をせっかく引いたんだから、もうそこはそこのところに任せておきゃいいんです。でロシアはそのガスとか石油が採掘できるから売っていく一方で、みんなお互いに自然再生管理頑張らなかったら、我々の土地だって地面の中が穴だらけになって、一斉崩落とかで地震が発生して被害被るんだから、その辺理解してくださいねっていうことで、お互い手を取り合うと、まあ、こういう形で皆さん動いていただけたら助かります。これが私から、世界中の首脳へのメッセージであって、まあ、日本のね、まあ軍事に関しては兵頭さんが全国放送の、まあ、一般的に多くの人が見る時間帯でね、報道ステーションとかニュースウォッチ9だとか、まあ、あと、まあ、もしかしたらワードビジネスサテライトだとか、そういったところで、まあ、どんなコメントをしていたかっていうところ、まあ、他にもニュース23とかいろいろあります。まあ、昔はニュース0で、今は名称、だから、ね、報道番組、名称コロコロ変えられたら、もう全部が全部、名なんか通せないから、名前変えられたら、もうこっちはもう追いつかないです。だから、報道番組の名前はもう固定してください、本当に。で、まあ、この方向でね、世界中の皆さん動いていただいてるんで、戦争ほどバカバカしいものは本当にないですから、命は損なわれるし、でこんなにね、先進諸国で少子化始まってるのに、で少子化じゃないところでも戦争しちゃダメなんです。後で裁判とかものすごい量をしなきゃなんなくなりますから。で、エネルギーも無駄に消費される。誰にとっても良いこと全然ないですから。だからとにかく早期に、停戦する。で、中国に関しては、私の方からもう何年も前に、イスラム国の平定の時に、中国の方は動かないでほしいと。中国の方は話し合いで話を落ち着ける方向で動いてほしいっていうことをあらかじめ手打ってるんです。西側諸国と東側諸国で、これは老人の方に日本人でも多いんです。昔の話を言い出す人が多いんです。それ裁判とかで決着ついてるから、もう言わなくていいからっていうことで言ってるのに言っちゃうんです。どうしても。で、それを見た人たちが勘違いしちゃうんです。これがどうしても。で、だからそういう部分があるから、西側諸国でも東側諸国でもない、これから先アメリカを上回って GDP 第1位になるであろうと思われる中国が話し合いの場に入っていける国であると。で、そこに日本とかインドとか中国的な国で、あとはブラジルとか、あとはアフリカの、ある程度発展した国とかがね、入っていって、まあ、アフリカのところだったら今スーダンとかですよ。で、中東だったらカンボジア。で、みんなで地域担当しなかったら手回んないです、本当に。僕も情報を拾い上げるのに、どのチャンネルを見たらいいのかわからないですから、これは民間のテレビ局の悪い部分であって、情報を共有しようとしないんです。そこで情報を売り買いしてるから。お金が民間だからかかってるから。だからそれしてしまうと情報がどうしても分散してしまうから、どれ見たらいいか分かんなくなるんです。だから僕はもう、
NHK のニュースウォッチ9と報道ステーションとワールドビジネスサテライトを目通すぐらいに範囲を収めてるんです。そうしなかったらもう僕の方も自分の裁判とかあってもういっぱいいっぱいなんです。仕事してなくてももう今も六法全書もう最近提訴した分で全部法律読み直してますから。で今全部リストアップしてるんです。そのリスト表を作ってるんです。相手はねこの法律違反してるこうであるああであるとかそういうことをもう今まずまあその辺のねまあ書類一般的なねいらなくなった書類とかの裏面が記入できるでしょ。そういうふうなところで家の中で余ってるボールペンとかね鉛筆とか家の中にみんないっぱいあるでしょ。そういうものを使っていちいち買わないでお金ないからメモして法律第何条何法の第何条がどうこうみたいなことずっとメモしてる。でまあそんな状況なんでね私も限界ありますんで、ただ戦争の停戦に関してはこちらもできる限り全力尽くしていきますんで、皆さんご協力のほどよろしくお願いします。長い間ご清聴ありがとうございました。この聞いていただいた内容はねきっと実を結ぶと思いますんで、これからも皆さんご支援のほどよろしくお願いいたします。